千葉寮千葉寮3月2日から1963年11月8日は日本の内務警察官僚声優会系感染県知事宮城県仙台出身千葉谷次の逸語として生まれる第二高等学校を卒業1908年東京帝国大学法科大学政治学科を卒業大学院で経済政策を専攻 同年11月、文官高等試験行政科試験に合格。農商務省に入省し三輪局事務官となる。1909年、内務省に転じ青森県属となる。以後、静岡県稲佐郡長、同県理事官、秋田県警察部長、軽機動警察部長、朝鮮総督府事務官、同観察官県参事官などを歴任し、1923年2月、 新潟県内務部長に就任。1924年3月、三重県知事に就任。加藤孔明内閣成立に伴い、同年7月に休職となる。1927年4月、田中義和内閣により、長野県知事に任じられる。1929年7月、知事を辞職。犬飼内閣の成立により、1931年12月。 広島県知事に就任。1932年4月、県産品販売促進のため満州国宝天市に、県産業省令官事務所を開設した。同年6月、新潟県知事に転任。県新庁舎の竣工式を挙行。声優会計と目されていたが、比較的公平な態度で、県政運営を行い県民の信頼を得た。1934年9月。 空もみ事件が起こり、その責任を取り1935年1月日時を実施体感した。その後、東洋協会で東洋問題の研究を行う。ありがとうございます。